どうも、ゆいみんです。今日はじゃん、スキッピーピーナッツバターアイス。何これって思って買ってきました。これ普通にピーナッツバターのパンに塗るスプレッドタイプのやつありますよね。それがアイスになったんだと思って。実はこれミニストップ限定らしいです。で、私はこれなんとドンキで買ったんですよ。たまたまドンキで行った時にアイスを物色したら見つけました。なんか美味しいかどうかは置いといて、ちょっと気になるので買ってきました。分類はラクトアイスです。1個151キロカロリーなのでそう高くないですね。じゃあ早速開けていくんですけど、濃厚クリーミーアイスが外側で、粒入り濃厚ソースピーナッツをだって、なんかちょっと想像がつかない。ピーナッツのアイス、クリームは想像つくけど、アイスっていうのがね、またね、想像つきませんけど。じゃあどどん、なんかちょっと霜降りてるんだけど、ドンキしっかりして、まあいいか。はい、こんな感じ、なんか小ぶりだね。で、ちょっとなんだっけ、あれに似てない、クリームチーズアイスみたいなとか、ちょっとホームランバーの長細い感じ、薄い感じのタイプですね。じゃあ早速食べていきます。いただきます。いや、予想以上に美味しかった。もっとバカにしてました。バカにするのもっと期待外れかなと思ってたけど、まずね、周りのアイスもほんとクリーミーで、なんといってもこう中のピーナッツのソースがすっごい粒感がすごくて、歯に挟まるぐらい粒がしっかりしてる。挟まってないけどね。うん、でね、これちょっと塩味が感じられるの、ピーナッツのソースに。それがまたいい。なんだろう、やっぱりアメリカの商品ですね。すごくアメリカンな味です。ジャンキーな感じ、でも美味しい。うん、いや、これ全然いけるわ。このままパンに乗っけて、ちょっとトーストして溶かして食べても美味しそう。いや、ちょっと予想外に美味しくてびっくりしました。とにかくピーナッツの粒感もしっかりしてるし、甘いよ、確かに甘い。だけど普通にあのピーナッツバターとかピーナッツクリーム好きな人ね、ランチパックとかさ、あのパンでも、パンの塗るタイプでもあるけど、好きな人はぜひ一度探してでも食べてほしいですね。なんか予想外に美味しくてびっくりしました。また食べたいなと思います。ミニストップにしか売ってないのがちょっと私の家の近くにはないので、ドンキでまた見つけたら買いたいと思います。今日はスキッピーのピーナッツバターアイスを食べてみました。なんかレアアイスなので嬉しいです。それではまたね、バイバイ。